ここ山岡というかつて横浜市に本部を置いていたダイヤモンド販売会社があった。全盛期の1992年3月期決算では年商630億円を売り上げ、日本全国に販売店100店舗以上がチェーン展開されていたほど。テレビ朝日系で1981年から1993年まで放送された人気クイズ番組100万円クイズハンターで、商品としてココ山岡のダイヤのアクセサリーが提供されていたことや、志村けんの大丈夫だあの人間ルーレットの景品を思い出す人もいるかもしれない。テレビに提供するくらいだから信頼と実績のある企業と誰でも思うであろうが、実態はとんでもない詐欺会社であり、10万人を超える被害者を出した。その被害者のほとんどが独身男性である。ほぼマニュアル化された女性経験の少なそうな独身男性をターゲットにしたその手口とは一体どんなものだったのか。ココ山岡は1951年に個人経営の宝飾店として開業して業績を拡大させ、1967年に有限会社となり、1989年に株式会社に組織変更された。ココ山岡が業績を急拡大させる最大の要因となったのは、倒産後に発覚問題化した詐欺的な商法だった。ココ山岡が行った販売の手口は、路上で若い男性の通行人などをターゲットにして販売員に声をかけさせ、外圧器宝飾に限って購入5年後にもし不要であれば販売価格と同値でココ山岡が再買取りするという特約や、ローン制度を使った月1万円以下での手軽な購入を提案して売り上げるというもの。男は月々1万円でいいんですか、いや5年後にいらなければ売って結婚式の費用にすればいいかなどと思い込むまで販売員に口説かれてしまう。またココ山岡は関連会社としてダイヤの鑑定を専門とする会社を設立し、その会社によって意図的に実際の価値よりも上乗せした鑑定結果を示す鑑定書を発行して、あたかも高級ダイヤのように装うといった悪どいことをして販売価格を上げることなどもしていた。当時日本はバブルであり景気が良かったため業績もどんどん上がっていったが、バブル崩壊後の不況といった影響で経営が行き詰まり、5年以内の倒産が予想される事態に陥った。にもかかわらずこの5年後買取制度の特約を提示する方法での強引な販売を続け、多額の粗悪なダイヤモンドを売り上げていた。ターゲットにしたのは若い男性、そして比較的容姿に恵まれた女性を多く雇い、デート商法と呼ばれる手口で強引に契約させていたことが裁判で発覚した。容姿端麗な女性販売員が女性経験のあまりなさそうな若い男性に気さくに声をかけ、お客様お客様と時には体をぴったりとくっつけて店舗内などに誘い込み、あたかもデートをしているかのように楽しげに会話をする。この時に個人情報を聞き出し、審判会社にローン契約ができるかどうかこっそり確認し打ち解けた上で、ちょっとだけダイヤモンドの話をしてもいいですか、一応そういう話もしておかないと怒られちゃうのでなどと言って販売を持ちかけるというもの。このデート商法の中で先日した5年後買取制度などを説明して、将来の結婚の幸せのために預金をするようなものなどと持ちかけ、独身男性にこのダイヤを購入すればワンちゃんこの女性販売員と将来結婚できるかのような幻想を抱かせるなどの手法を駆使して高い販売成績を上げる強者もいた。こうしたデート商法はココ山岡が作成していたマニュアルにも具体的に記載されており、高額なダイヤモンド商品の売り上げの多い女性販売員には多額の歩合給を支給する制度などもあったことから、成績を上げるために手段を選ばない女性販売員も多かったという。この悪魔的手法を考案したのはココ山岡の専務本間夏樹である。本間夏樹は韓国ソウル市の出身で、横浜市内の中学卒業後の1952年
宝飾店として前年に創業したばかりだったココ山岡宝飾店に就職。1967年にココ山岡が有限会社になったタイミングで専務取締役となり、この頃に倒産後に問題化する強引な販売手法を考案して実績を上げ、1989年に株式会社化したタイミングで代表取締役社長に就任している。また本間はジャパンジュエリーという新会社も設立し、ココ山岡との偽装取引を行って、その利益の一部を私的に使い私腹を肥やしていた。後の刑事裁判ではこの件も背任行為として罪に問われている。ココ山岡の詐欺問題が全国的に有名になったのは1997年1月。バブル崩壊後に不況に陥った影響で、5年後買取制度を利用する顧客が急増し、売上よりも買取金額が上回るようになり、ココ山岡の経営状態は急激に悪化し、そのまま倒産に至ったのである。倒産時の負債総額は約526億円。5年後買取制度を信じてダイヤモンドを購入していた顧客ははしごを外された形になった。慌てて購入したダイヤを質屋に持っていくと、購入時の10分の1ほどの値段しかない人もいた。被害者は大規模な弁護団を結成し、全国の地方裁判所に提訴。ココ山岡に騙された人の数はおよそ10万人にも上ったという。裁判にてデート商法を考案した本間夏樹には事件を通して主導的な立場にあったとして、横浜地裁での第一審で懲役5年6ヶ月の判決が下された。本間以外にも主導的立場にいた元社長や関連会社社長に懲役判決が下されている。ダイヤモンドといった商品自体は時代性を感じるが、容姿端麗な美女が男性を騙して高額ローンを組ませるといった手法は古来から現代に至るまで用いられている。特に女性に免疫のない男性にとっては、美女に言い寄られてこられると正常な思考ができなくなるのであろう。そもそも不動産や株にしても、5年間不変な価値を持ち続けられるものは滅多にない。世の中においしい話はないと思うか、自分にこんな美女が寄ってくるわけがないと思うかが男性の自己防衛のラインになってくるか。本能に訴えるというやり方は対処が非常に困難である。本間たちはもうとっくに釈放されている。また同じ手法で詐欺を働くかもしれない。恐ろしい話である。